民仙幼稚園は、学校法人宮城名泉学園が運営する、宮城県仙台市の私立幼稚園の旧称。2015年より、民仙丸山幼稚園に改称された。現在は、泉区において、民仙丸山幼稚園と、姉妹園の民仙高森幼稚園の2校が運営されている。聖書の教えに基づく教育を行い、英語教育を特徴としている。 園児たちは入園時に英語名が割り当てられ、英語学習時に英語名で呼び合う。幼稚園は年少、年中、年長の3学年からなる。1クラスを日本人幼稚園教諭とネイティブの英語教諭が一人、ずつの計2人で担任する。これとは別に完全な英語教育を行うためのプリミアスクールを年中、年長において別当にて開設している。 未就学児の親子クラブも併設。仙台では最大規模の幼稚園でもある。教育、指導、保育内容では職員の人事異動などもあるため全く違いはないが通園バスエリアの違いでキャンパスが分けられている。民仙丸山幼稚園の通園バスエリアは青葉区、中山や吉成よりも南部地域や木町通り、上杉、浅日岡、大。 原などの仙台市中心部地域、また、園周辺の七北田、八乙女、加も、丁名が、丘といった仙台市青葉区を中心に、若干泉区南部を中心にカバーする。一方、民仙高森幼稚園の通園バスエリアは、館、金白石、住吉台、泉パークタウン全域、北高森、泉ヶ丘、小原や、明石南などの泉区北部地域を中心に、 大和町もみじが、丘、大浸水、成田、赤次第といった富谷市中央南部地区をカバーする。両園の違いは、以上のように、単に幼稚園側が便宜上を分けただけである。また、通園バスを使わない場合はどちらでもエリア内外を、問わず、通園することも可能である。一部その都市の園児入園地区のばらつきによっては、通園バスの運行エリアが変更される場合もある。 共働き夫婦などのために、幼稚園在園中の家庭を対象とした幼稚園、開園前の早朝と幼稚園公園後に、保育園的に子供を預ける、養保一元化した設備のこと。夏休み等の長期休暇にはほぼ毎日行っている。大きな行事の翌日の休業費等も対応する。教員は原則として1000人だが、幼稚園の先生が応援に入ることもある。 未就学児用の親子クラブ。週に一度親子で通う。日本語教育と英語教育を行っている。日本語教育では漢字を重視した絵本を読む。英語教育ではグレープシードという教材を使っている。2006年に開設された名泉プリミアスクールはオール英語で4歳児、5歳児の保育を行うプリミアスクール・キンダーガーデンと、 同じく、オール英語で、英語授業を行う小学生のアフタースクール、プリミアスクールエレメンタリーからなる。試験こそないが、プリミアスクールキンダーガーデンの入園予備登録をして、かつ、毎年5月上旬に行われるその専用の、説明会への出席が義務付けられている。また、プリミアスクールは4歳のキンダーガーデン入園から、 小学校6年生のエレメンタリー卒業まで8年間の一貫教育を受けることが入園の条件となっているため、入園の際にはエレメンタリーでの積極的な授業、参加姿勢などを求める趣旨を確認される。2013年4月からは開設当時のイマージョンコースという名称から、名泉プリミアスクールに改称。 幼稚園期のイマージョンコース、小学期のイマージョンフレンドクラブを統合した。幼稚園の卒園生は、フレンドクラブという英語学習のアフタースクールに入会し、週3回通うことができる。フレンドクラブの期間は小学校1年から6年までの6年間で、希望者は中学1年の夏休みにアメリカ合衆国への研修旅行に参加することができる。 フレンドクラブを卒業した中学1高校2年生までを対象とした授業を行っている。また、英文法を重点的に学習する文法クラスや高校受験、大学受験のための学習を集中して行う受験クラスも併設されている幼稚園やフレンドクラブに在園中の母親、それらを卒園した母親を中心としたその公認の各種のサークル活動を 主に、丸山、高森各キャンパス内にある、フレンドセンターにて行われている。フレンドクラブを卒業した生徒たちの親睦を中心とした組織。幼稚園所有の大型バスが、仙台市泉区、青葉区北部、富谷市を中心に運行。両キャンパスで13台ある。ありがとうございます。